教科書よりもちょっと詳しい世界史のコーナー。イエーイ。今回は廃墟者ユリアヌスとプアレンティニアヌス朝についてやっぞ、ほらやっぞ。皇帝なのに廃墟者なのかい？皇帝なのにアポスタタ、すなわち廃墟者の名前で呼ばれているのがユリアヌス帝なんだ。誰が廃墟者と呼んでいるんだい？後に世界の支配者となるキリスト教勢力さ。彼らから見るとこうだ。せっかくコンスタンティヌス様がキリスト教の司祭に免税特権などを与える素晴らしい政策を採用したのに、それを廃止するなど考えられない。詳しくはコンスタンティヌス朝を見てね。キリスト教への優遇をやめたユリアヌスは、神を冒涜した廃墟者だ。でも、別にユリアヌスはキリスト教徒ではなかったんでしょう？もちろんさ、でもそんなことは関係ないんだよ。ユリアヌスはキリスト教への優遇をやめた廃墟者、これが歴史の評価さ。今回はまず、そんなユリアヌスについて見ていこう。フラウィウス、クラウディウス、ユリアヌスは、西暦331年頃、コンスタンティノープルで生まれた。父の名前はユリウス、コンスタンティウス。初代コンスタンティウス帝の弟であり、大帝と呼ばれたコンスタンティヌス帝の腹違いの弟であった。つまり、大帝と呼ばれたコンスタンティヌスと、ユリアヌスは、いとこ同士だったってことだね。そうなる。コンスタンティウス帝はもともとヘレナという女性と結婚していて、そのヘレナとの間に生まれたのが大帝と呼ばれたコンスタンティヌスだ。個人的には、このヘレナが実は隠れクリスチャンだったのではないかと思っている。コンスタンティヌスが生まれた後、コンスタンティウスはヘレナと離婚し、テオドラという女性と結婚した。このテオドラとの間に生まれたのが、ユリアヌスの父である、ユリウス、コンスタンティウスだったわけだ。さて、前回も話した通り、大帝と呼ばれたコンスタンティヌスが死ぬと、凄惨な後継者争いが巻き起こった。その過程でユリウス、コンスタンティウスは暗殺され、息子であるユリアヌスは、いとこであったガルスと共に、コンスタンティノープル、ニコメディア、ユケニア、マケッツスなどを転々とさせられ、常に幽閉され続けてきた。ユリアヌスはこの間、軍事の経験などは積めなかったが、ギリシア哲学などを学んでいたと言われる。やがて、共に幽閉されていたガルスが副帝に任命されるが、ガルスは精神的にすでに壊れていたと言われ、虐殺事件を起こすなど暴走が止まらず、ついにコンスタンティウス2世から処刑されることになった。そしてガルスの代わりに副帝に任命されることになったのが、今回の主役であるユリアヌスであったわけだ。西暦355年、ユリアヌスはローマ帝国のカエサル、つまり副帝に任命される。そして軍務経験など一切ないのに、ユリアヌスはいきなりゲルマン民族との戦いに放り出される。そんな無茶苦茶な。だが、偉いもので、ユリアヌスは兵士と共に寝食を共にし、冬のアルプスを越え、ガリアの地にたどり着いた。ガリアに到着するや、ユリアヌスはゲルマン民族の一派である、フランク族との戦いに直面し、自ら指揮を取って見事に勝利した。おお、ユリアヌスだ。ユリアヌスは続いてアルゲントラズムの戦いにて、倍以上の兵力を要するアラマンニ族を相手にも勝利、ローマの防衛戦であるリメス、ゲルマニクスを取り戻すことにも成功した。やったね、ユリアヌス、領土が増えるよ。リメス、ゲルマニクスについてはドミティアヌス帝を見てもらうとして、この防衛戦を復活できたのは非常に大きい。リメスは、西暦260年に、バレリウス帝がササン朝に捕らわれた後、ガリエヌスによって放棄され、以降、ローマ帝国はゲルマン人の侵攻に悩まされ続けてきたからだ。アレマンニ族に対する勝利は、ユリアヌスの名声を飛躍的に高めた。しかし、それは同時に大きな敵を作った行為でもあった。敵の名前は、ローマ皇帝、コンスタンティヌス2世。彼は猜疑心が非常に強い皇帝で、しばしば近親者を粛清の対象としてきた。断定はできないが、一族の大半を殺害したのは、この人物であると考えられている。コンスタンティヌス2世は恐れた。ユリアヌスが自分の地位を奪うことを。そして、その不安は現実になった。多くの者に支えられ、ガリアの地にて、
ユリアヌスは皇帝就任を宣言したのだ。ユリアヌスは東方にいたコンスタンティヌス2世に向けて進軍し、コンスタンティヌス2世はそのまま西に向けて進軍した。ローマの行く末を握る戦いが今、始まらなかった、コンスタンティヌス2世が、病死してしまったのだ。コンスタンティヌス2世は、死に際して、ユリアヌスへの政権譲渡を遺言したという。ユリアヌスはそのままコンスタンティノープルに入城し、コンスタンティヌス2世の葬儀を行った。なかなか優秀じゃないですか。でも、彼は後世、廃教者ユリアヌス、と呼ばれ、キリスト教史観においては全く評価されなかった。ユリアヌスは、キリスト教を積極的に迫害したわけではない。すべての信教の自由を保障したミラノ勅令に従って、キリスト教勢力への優遇を廃止したに過ぎなかったのだ。だが、それすらもキリスト教史観では、廃藩行為とみなされてしまうのだろう。歴史、とは、常にそういうものなのだ。事実、は、記述者の史観によって決められる。ユリアヌスは、また腐り切った既得権益者の放逐を開始した。その中に、キリスト教徒がどうやら大量に含まれていたようなのだ。ルネサンス期の法王朝の腐敗具合を考えれば、納得できる話だね。実際には、キリスト教徒ではないものも、多数含まれていたようだが、殉教の文化を持つキリスト教勢力にとっては、神聖なる聖職者を追放したローマの悪帝廃教者ユリアヌス、とした方が、何かと都合が良かったのだろう。ユリアヌスはミトラ教に対する影響が指摘されるが、政治的に特にミトラ教を優遇したということはないようだ。幽閉されている間歴史を学んだユリアヌスは、どうやらローマを共和制に近い形に戻そうとしていたようで、再び元老院中心の政治体制に戻そうとしていたようだ。しかし、これにはキリスト教徒である官僚が大反発し、結局ユリアヌスの改革は成功しなかった。官僚制度の欠点は、肥大化し、既得権益者化し、止める者が存在しなくなり、国を滅ぼす点にある。ユリアヌスの改革は、ことごとくキリスト教官僚たちによって潰され続けた。そのような状態の中、ササン朝が攻めてきた。ローマの最高司令官インペラトールであるユリアヌスは、軍を率いて東方に向かった。この時ササン朝の王だったのは、英氏と名高いシャープール2世。これに対し、ユリアヌスは8万の大軍で攻勢に出た。戦況は常にユリアヌスに有利、ローマ軍は、ササン朝の首都である、クテシフォン近くまで進攻したが、攻めきれずに撤退を余儀なくされた。海戦ではかなわないと考えたササン朝が、ゲリラ戦法に変えてきたからだ。撤退するローマ軍を、ササン朝が追撃する。そしてユリアヌスは死んだ。ササン朝にやられたのかい？わからない、本当にわからないんだ。古来より、ユリアヌスは味方によって後ろから槍で刺されたと言われている。本当かどうかはわからないが、ユリアヌスは最後にこう言って死んだという。ガラリア人よ、汝はついに勝てり。ガラリア人？キリスト教徒、またはキリストと呼ばれるイエスのことを指しているのではないかと言われる。本当にそう言ったのかはわからない。わかるのは、ユリアヌスは今も、廃教者、と呼ばれ続けていることだけだ。ローマ皇帝は、もはやキリスト教徒になるより他、なかったのかもしれない。ユリアヌスの死は、まさにガラリア人の勝利であった。フラウィウス、ヨイアヌスという人物が、ユリアヌスの後継者となった。粛清と同士討ちの結果、コンスタンティヌス帝の血筋は途絶え、軍団の有力者であった、この人物がローマの最高司令官になったのだ。ヨイアヌスは、得た領土をすべてササン朝に返すという条件で、和睦をした。そして、翌年に死んだ。死因は不明だが、暗殺説が有力である。ヨイアヌスは、即位してから死ぬまでの間に、キリスト教勢力への優遇を復活させたという。三位一体で有名なアタナシウスも、ヨイアヌスによって大司教の地位に復活したと言われる。ヨイアヌスの死、あるいはユリアヌスの死によって、コンスタンティヌス朝は滅亡した。そして新しく、ウアレンティニアヌス朝が始まることになる。さて、ウアレンティニアヌス朝の開祖とも言える、ウアレンティニアヌス一世だが、なんとゲルマン人である。
ついに宿敵ゲルマン人がローマの皇帝に。彼が皇帝になれたのは、おそらくキリスト教徒であったからだろう。この時期のローマは、キリスト教勢力が皇帝を決める段階にまで来たと言える。彼は皇帝になるとすぐに、弟のアレンスを共同皇帝に任命し、自身は帝国の西方、弟は帝国の東方の守備を担当した。ウアレンティニアヌス一世はゲルマン人だが、彼の役目はゲルマン人の侵攻を食い止めることであった。この頃のローマ軍の兵士はゲルマン人が多数、皇帝もゲルマン人、そして敵もゲルマン人。私もあなたもゲルマン人。ウアレンティニアヌス一世は、キリスト教勢力によって皇帝になっただけあって、キリスト教勢力に対する優遇政策を徹底した。そして375年、世界史を震撼させたあの出来事が起きた。グレート、バーバリアン、インベージョン。通称、ゲルマン民族の大移動、である。フランク族、ブルグント族、ヴァンダル族、アレマンノ族、ピクト族、スコット族、アングロ族、サクソン族、ゴート族。それらが一気に、ローマ領内に押し寄せてきた。今までも、ゲルマン人の侵攻はあった。それも山のように。しかし、今回は規模が全然違った。原因は、モンゴル系騎馬民族、フン族、の来襲によるものであると言われている。恐るべきフン族から逃れるために、ゲルマン人はより弱いローマと戦うことを選んだ。そしてこの大事な375年に、ウアレンティニアヌス一世は、脳卒中で死んだ。死ぬな、ウアレンティニアヌス。後を継いだ、弟のアレンスには、もうどうすることもできなかった。ウアレンスは、ゴート族にローマに住まう権利を与え、ゴート族を他のゲルマン民族の防波堤に使う作戦に出る。しかし結局ゴート族が反乱を起こしてしまい、ウアレンスとゴート族の間でハドリアノープルの戦いが勃発。ウアレンス帝は敗れ、そして戦死した。終わりが、始まったね。余談だが、ウアレンスはアリウス派のキリスト教徒だったようで、ウアレンスが死ぬと、アタナシウス派のキリスト教徒たちは歓喜弱躍したという。さて、後を継ぐ形になったグラティアヌス帝だが、この人物は、367年から一応はアウグストゥス、つまり聖帝としての位にあった。どういうことだい？この人物は、ウアレンティニアヌス一世の長男として生まれ、わずか7歳で聖帝の地位につけられていたんだ。叔父にあたるウアレンス帝が亡くなると、軍部の有力者であったテオドシウスを東方の共同皇帝につけた。何せこの時グラティアヌス帝はまだ15歳。そして権威をつけるためか、15歳のグラティアヌス帝は、コンスタンティヌス帝の血を引く、わずか12歳の娘と結婚した。このグラティアヌス帝には、特に功績はないが、ローマを徹底的にキリスト化することにはとても熱心であった。その背後には、ミラノ大司教だったアンブロシウスがいたという。それまでのグラティアヌス帝は、宗教的に寛容政策をとっていたが、378年に一転、ローマの指導者としては、初めてポンティフェクス、マクシムスの地位を継ぐのを拒否した。なんだいそれは？ユリウス、カエサルは、最高神議官とも訳される、ポンティフェクス、マクシムスの地位にいた。その地位は養子であるアウグストゥスに引き継がれ、以降、インペラトールやプリンケプスの地位とともに、歴代ローマ皇帝と言われる存在に引き継がれていった。ローマ皇帝、とは、ローマ第一の市民であり、御民官であり、最高司令官であり、最高神議官でもある地位のことなのだ。最高神議官は、文字通りローマの祭祀を司る職業で、ユピテルや神格化された歴代ローマ皇帝を祀る必要がある。まだ幼きグラティアヌスは、ミラノ司教アンブロシウスによって、洗脳された。そして、ユピテルをはじめとした、ローマの神々、そして歴代ローマ皇帝を祀ることを完全に拒否したのである。383年、グラティアヌス帝は、反乱を起こしたマグヌス、マクシムスを討伐しようとし、死んだ。死因は不明。味方によって殺されたと言われている。グラティアヌスが死ぬと、弟がウアレンティニアヌス2世として即位した。この人物もまた、アリウス派の熱心な信徒であった。アリウス派って、イエスを人のことする考えだっけ？そうだ。ニケア公会議で異端と断ぜられたが、その後アリウスはゲルマン人に熱心に布教したんだよ。キリスト教は、
異教よりも異端に厳しい宗教だ。異教とは、まだ神の素晴らしい教えに目覚めていない人物であり、これから先素晴らしい教えに目覚める可能性のある人たちなんだ。異端は違う。ある牧師に言わせれば、異端は悪魔のささやきに屈した救いようのない人たち、なのだそうだ。さて、383年に兄のグラティアヌス帝を破ったマクシムスは、そのままの勢いで、ウアレリンティアヌス2世に攻撃を仕掛けた。まだ10代前半だった2世はビビりまくって逃げ出し、東側の聖帝であったテオドシウスを頼った。この際、自分の妹をテオドシウスにめとらせている。テオドシウスはマクシムスを破り、そして392年、アレリンティアヌス2世は死んだ。死因は不明。アルボガストという人物の陰謀という説が有力だが、テオドシウスによる暗殺説も根強い。あるいは、テオドシウスの傀儡でしかない自分を憂い、自殺したとも言われている。いずれにしても、これにてウアレンティニアヌス朝は滅びた。そしてローマは、滅びへのカウントダウンを始める。だがウプ主は思う。ローマは一体いつ滅んだのだろうと。その問題に関しては、登録者4万人突破したら始まる世界史コラムで取り上げようと思うから、チャンネル登録して待っててくれよな。チャンネル登録していってね。